本殿の脇ですね。非常に大きいです。電信柱に比べてもまだ鳥が大きいという屋舎でこの大きさはなかなかないですね。伏見稲荷も大きいですけどね、建物の本殿の大きさとしてはこっちの方が大きいかもしれないですね。ここも一応稲荷神社、一応というか稲荷神社ですけど、はい、で奥宮の入り口がちょっとどこだかわからないですけども、そちらだと思うので正門から入りたいと思います。でもこちらが裏のような気もするな。どこが表か、なんというか大きいですね。あ、向こうですね。木の対比でも相当大きいのが分かると思うんですけど、こちらは一応長岡町というよりは大島の片貝町の方に近いですけれども、非常に大きな下の方に里宮があるんですけれども、里宮また下の方でどこから入ったらいいのかがわからない奥宮っていうのも珍しいんですけど、いるようですね。ちょっとわからないです。先に行きます。ちょっと本の奥宮もどこか入り口かちょっとわからない。これは何ですか。